584万2613。このねえ、聞いてる？そろそろ起きて。もしもーし。あ、起きた？まだぼんやりしてるみたいね。もう時間がないの。早く起きて準備して。魔族を守るために決まってんじゃん。君は魔族の最後の希望よ。何度繰り返しても絶対にやり遂げてみせるわ。誰が魔物よ、この無礼者。いくら君でも怒るわよ。ま、転生したばっかりだから許してあげてもいいけど。いい？あたしはメガネよ。メガニ。そうよ。なーによ、その目は。女神が魔族の味方って怪しい？ふん、愚か者め。女神もいろいろあるのよ。勝利の女神とか幸運の女神ってあるじゃない。我は魔族女神である。またその顔したらぶっ殺すわよ。とにかくもうすぐ人間たちが来るわ。もたもたしてる時間はないわよ。早くお城に向かって訓練しようね。まっその表情、何回見ても飽きないわ。簡単に言うと、君は魔族を救うために存在する、すなわち魔王です。今魔族ほとんど消滅しちゃってて深刻な状況なの。人間が攻めてくるまでまだ少し時間があるわ。今のうちに魔王城を整えて体を動かして元の…できればね。それができればとっくに解決してたわ。まず女神は君たちの世界に直接干渉することはできないの。補助で支援する感じね。全ての女神が強い能力を持っているわけじゃないの。女神の中にも階級が存在するのよ。私の能力は君の戦闘を補助できないタイプ。リジェネレーションよ。何度も転生を繰り返して目標を達成するまで挑戦させるの。今回で534万2619回目かな。当然よ、転生するたびに失敗を取り戻せる得意点にワープするんだから。転生の対価として君本来の意識や記憶がだんだん薄くなっていくの。1471回目の時、君はもう自分が何者かすら覚えてなかったわ。君が挑戦しなかった時も含めてだけどね。自殺とか裏切りとか何もしないニートになったとか。それができないのよ。さっきも言ったでしょ、私の能力はそんな大層な力じゃないって。この能力は
相手に同意してもらった後、目標達成するまで集団することはできないの。この能力の発動条件は目標を達成する可能性があること。というわけで魔族の救済は不可能ではないはずなんだけど、肝心な方法はまだ分かってないんだよね。あ、もう時間がないわ。とにかく早く準備して、人間が攻めてくるわ。行かない方がいいわ。1471回目の転生の時、君の自我はそれまでの記憶とともに消滅したの。約500万回輪廻転生を繰り返して、徐々に加護の効果が現れてきた。できることだけを説明するわね。まず1471回目までは加護はなかった。ええ、何も。私がかけた輪廻転生の魔法は、生まれ変わるたびに代償として徐々に記憶を失うものなの。過去の記憶については話せない。神は対立する2つの勢力を競わせる試練を与えた。そして私は冒険者たちの挑戦を受け続け、1471回、私は最初に輪廻転生の魔法をかけただけで、他の能力は与えていない。それは私にもわからない。その加護の代償として自分自身が何者であるかを忘れてしまうの。誰か、それもよくわからない。そもそも私の権限では話せない。でも最悪の場合、君も私も存在が消えてしまう可能性もある。要するに今、人間が送り込んできた。ふんだい、今まで失敗した。とにかく戦、貴様、貴様が魔王か。さあどこからでもかかってこい。はあ、ふざけるな。今さら慈悲を請おうとしても無駄だ。
あと少しでお前たち魔族を殲滅できる。こう、どうやら頑張ってね。絶対的な正義の前では不意打ちなどありえない。どうする？戦わないと。何か言いたい。